はい、どうも皆さんこんにちは、ラミです。今回はですけども、サムネとねタイトルにある通り FPS とか、ピングが向上するね設定について紹介していきたいと思います。まあね、この設定を言う前にね、皆さん今のうちにねチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。そしてね、まあね、コメントもねぜひぜひしてください。あと他のね動画もぜひぜひチェックしてください。では一つ目やっていきましょう。一つ目はですね、設定を開いてもらってモーションブラーをオフにしてください。その次に FPS の表示もオフにしてください。そしてね、ピングの表示もオフにしてください。そしてね、設定のとこにゲームの設定があるじゃないですか。まあそれのチュートリアルっていうとこにあるコンテキストヒントってやつをですねオンになってると思うのでオフにしてください。そしてね、リプレイの保存も全部オフにしてください。大規模なチームとかのやつもオフで、クリエイティブも全部オフにしてください。まあね、こんな感じですね、設定からできるのは。まあね、次はですけども、設定じゃなくてあれですね、コスチュームとかにも変えれます。ピングとかのできるだけ派手なツルハシは使わないことですね。あとラップも外した方が軽くなります。まあね、あと二刀流のツールもあんまり良くないですね。あと派手なスキンもあまり使わない方がおすすめです。そしてあとはマントとかそういう系のバックはてかバックはできるだけあんまり使わないでください。まあ使ってもいいんですけど、まあね、ちょっとでもね軽くしたいという方はね、ぜひぜひね、そこの設定っていうかこういう感じでできれば派手とかじゃないやつを使っていただけると、まあね、少しもうほんと気持ちいいぐらいなんですけど、多分軽くなると思うんでね。まあね、今回こんな感じの設定を紹介していきましたけど、これにはね個人差があるので、まあね、家のね環境とかも関係してくるんですけども、まあね、少しでもね軽くするための設定ですね、これは。まあね、この設定が役立ったという方はさっきも言いましたけど、チャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではね、次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。